余カは中華人民共和国の作家である。1960年、石膏省甲州市に生まれる。父親は石膏省貿易ステーションの医師。母親は石膏医院の看護師だった。父親が科医として同じ石膏の小さな町、海園の病院に赴任したため、1962年に母親、兄と共に海園に移り住む。 幼い頃からホルマリンとアルコールの匂いに親しみ、血まみれになって手術室から出てくる父親の姿を目にして育った。夏は涼しい病院の霊安室を遊び場にしていた。幼少期に社会の文化革命の変動を経験する。6歳の時に文化革命が始まり、文化大革命を通して大人たちの武力戦争を目の当たりにした。こうした体験は明らかに、 後の創作に影響を与えている。1963年本格的に毛沢東の思想学習運動が盛んになり、ほぼ全国にわたって毛沢東思想を絶対化した毛沢東個人の権威を強化した政治思想運動。これにより知識人、文学、芸術界の収容らが批判された。その後、公衛兵運動が爆発的に広がり、 1966年に文化大革命開始し、劉少期が主席となる。1967年、劉少期、当昌平は失脚。1969年、林氷事件1976年1月、周恩来死去。1976年6月天安門事件。中国、北京の天安門前広場で、古周恩来総理に備えられた花輪の撤去をめぐって、 民衆と当局側が衝突した事件。1976年1月8日に病死した州恩来を追悼する民衆が生命説にあたる4月5日、天安門前広場に多数の花輪を捧げたのに対して当局側がこれを撤去しようとして衝突が起こり、死傷者と逮捕者が出た。1976年9月、毛沢東死去。 4人組がこの事件を政治的に利用し、東商兵の失脚を図ったとされた。1977年海園中学卒業後、大学入試に失敗したマリハナは、1年間の研修を経て、町の診療所の司会となった。しかし、この仕事は性に合わず、1983年に海園県文化館に職を得て、文学創作を始める。文学雑誌、 聖後の1983年に掲載された第一宿舎が諸女作である。いくつかの短編を発表した後、北京大学1987年1号に掲載された18歳の旅立ちが出世作となった。この作品は理不尽な世の中を初めて知った少年の姿を象徴的に描いている。この作品の転換にはフランツカフカの影響があった。その後は、 中編小説を続々と発表した。夢と現実、常識と非常識、正気と狂気、さらには生と死の境界を超越して、人の世の不確実性を描くところにあまり花の持ち味が出ていた。余暇は従来のリアリズムを基調とする中国文学に反抗し、実験的な構成と文体による小説を書き始めた。手法的には外国文学の影響を受けて、 伝統的なリアリズムの枠組みをぶち壊した新しさと実験性があったので、同時的に登場した他の若手作家、イケルドー、カクヒラと共に先鋒派と呼ばれた。1991年に発表した初の長編、雨に呼ぶ声は少年の断片をつなげた合わせた構成で先鋒派時代の集大成とも言うべき幻想的な作品だった。 1988年から1991年にかけて北京主犯大学と路人学院が共通した創作研究生版で文学を学んだ。在学中にはいくつかの中短編集を出す。在学中、若い作家を対象とするこの講習会で幕言ら仲間との交流があった。また、ここで知り合った。 チンネジと1992年に結婚し、北京に定住するようになった。1989年から石膏省加工誌分連の所属となっていたが、1993年にはその職も辞任し、創作に専念することになる。この間の主要な作品は、2冊の中短編小説集、18歳の旅立ち、アクシデントがまとめられている。また、 前方派時代を締めくくる作品として、長編、雨に呼ぶ声がある。作家を志した理由は、小学、中学生期に、毛沢東選手と路人文集を読んだことだと、述べている。1991年、雨に呼ぶ声で、長編デビュー。1992年に、生きるが、ベストセラーとなり、その次に、姉妹編というべき小説となる、 血を売る男が発表された。その後、ヨハナは仮作になり、散々、追筆、評論を中心に活動する時期が続いた。2005年、約10年ぶりに発表されたのが、兄弟だった。悲惨な生活を描きながらも、作品の貴重な決して暗くないため、庶民の圧倒的な支持を受け、 この作品も上下間合わせて100万部を超える売れ行きとなった。チャン・イーモー監督で映画化もされ、話題となった。2005年には文化大革命から解放経済まで描いた兄弟が再びベストセラーとなり、2008年に来日した。エッセイ集、本当の中国人の話をしよう。では、この本の翻訳刊行によって良化は日本において小説家としてだけでなく、 時事問題だとについて積極的に発言する作家として認識されるようになった。長編小説、死者たちの7日間は、そのエッセイ集が言及していた、現代の中国社会の諸問題を反映している。1971年に日本で出版された、中国では書けない、中国の話は、本当の中国の話をしようの続編と言える。 全世界に先駆けての出版となった。国作りの野協力第9年度全国委員会委員を務める。生きるから1992年出版。2002年に飯塚姿分けで角川書店から出版。後2018年に中古文庫。一庶民の過酷な運命を書きつつも、叙述は淡々として読みやすい。主人公は国境内戦、土地改革。 大躍進、文革の時代を生き抜く。兄弟から2005年出版。2008年に、泉慶氏川家で、文芸春秋から出版、後文庫。親の再婚によって、義理の兄弟になった二人の男が進んだ対照的な人生を描く。前半と後半の二部作であり、前半はこの兄弟の少年時代の話で、文化大革命期を背景にしていることから、翻訳では、 文革編と名付けられた。千奈市出身という理由で、父親は身柄を拘束され、母親は病気で入院してし、二人は上に苦しみながら生き延びる。結局、父親は臨時を受けて殺され、母親も夫を埋葬した後で生きえて、兄弟は身寄りを失ってしまう。本当の中国の話をしようから2012年に、飯塚姿わけで、 川で処簿新社にて出版されたエッセイ集。後文庫。なお64天安門事件に言及しているため、中国本土では、未刊行、10個のキーワードを通して、半世紀にわたる中学の歩みと、社会問題、中国人の国民性を語ったもの。血を売る男から2013年に、飯塚姿分けで、川で処簿新社にて出版。 生きるの姉妹編というべき小説。生死工場の労働者が、人生の節目ごとに血を売って金を稼ぎます。結婚し子供を育てていく。死者たちの7日間から2014年に、飯塚姿分けで、川で処方新社にて出版。不慮の死に見舞われた、主人公は、この世とあの世の間を彷徨いながら、自身の生活の秘密、養父との深い絆、妻との出会いと別れを思い起こす。 生死の境を超越した作品。中国では書けない、中国の話しから2017年に、飯塚姿分けでカーデ処防新社にて出版。海外メディアのために書いたエッセイ集で、世界に先駆けて、中国語版よりも早く、日本で刊行された。全28編のうち、半作以上を占める17編は、ニューヨークタイムズに掲載されている。 いずれも短文ながら中国問題の現状分析は的確である。話題は政治、経済、社会制度など多方面に及ぶ。ありがとうございます。